じゃあどうすれば、はい、その病をですね、生じを、うん、和らげることができるのか、はい、その苦しみを和らげることができるのか、癒すことができるのか、はい、その辺の問題はどうなんですか、はい、それをまた経文をたどりながら見てみましょう、はいはいはい、うん、これは、最後のところに指導無難とありますが、この指導無難という人は江戸時代の、はい、あの日本の臨済宗のお坊さんですね、はい、その指導無難が言ってる言葉で、物に熟する時あるべし、慈悲も同じことなり、慈悲するうちは慈悲に心あり、慈悲熟する時慈悲を知らず、慈悲して慈悲知らぬ時仏というなり。これはまああの指導無難という方は、あの少女老人という偉いあの長野県のお坊さんですが、そ の, あのお師匠さんですけどね、これは先ほど経文に出てきた代比をこうもう少し説明してるんですね。あの市場が病む、それを救うのは自分に代比があるからだっていうのがありましたね、はい、代比の気持ちが主情を救おうという気持ちなんだ、うん、じゃあ本当の代比というのは何かというとね、ただ憐れみの気持ちを持てばいい、あるいは愛情を持ってその人を救えばいいというだけじゃないんですね、非常に難しい、その難しさをここで書いてるわけです。で、物に熟するときは熟というのは円熟の熟ですね、はい、と慈悲も同じだと。で、慈悲するうちは慈悲に心ありと、自分はあのその人を愛してますよというときには、それはまだダメなんですね、そういう気持ちでやってるのはいけない。で、本当に慈悲の気持ちが円熟してくると、あるいは慈悲の気持ちになりきってくると、自分で慈悲をしている、この人を愛している、愛情からこうしているということも、ないんだと。それを最後に慈悲して慈悲知らぬ時仏というな、ちょうどお母様がですね、あの無条件でこうお子様を愛していますね、そういうのがまさに慈悲して慈悲を知らないと、別にこの人この子を何とかしたいと思ってやるわけじゃありませんしね。そしてあの赤ちゃん育てる時見てますと、あの赤ちゃんにおかゆをこうね食べてもらいたいと思うと、母親もあんと口開けるでしょ、で赤ちゃんもあんと開けますね、あるいは赤ちゃんがあんと口開ければお母様もあんた開けますね。こういうのが一つになってる。別に可愛がってるとか、はい、ね、慈悲してるとか愛情があるとか言うんじゃないんですね、うん、これはまあ変なあの例えでありますけれども、いやでも分かります、はい、例えば子供がね、はい、本当にもう大熱出してうん苦しんでる時には、はい、母親も無条件にその子供に代わってあげたいと思う、はい、そこにはもう本当に何の他さんも何のトラウラもなく、はい、多分そうです、出ることだと思うんですね、はい、それと全く同じ、うん、そうなるともうそれは慈悲とか ねなんかじゃないんですよ、はい、それを大悲と呼ぶわ、はいはいね、はい、だから仏教でいう大悲っていうのは無条件の愛情ですね、はい、自分がいいことをしてることを思ってしているうちはそれが、はい、しているうちはそれはまた囚われてる、はい、それはまだね、愛情とか慈悲とか、はい、自分はいいことしてるというふうにそこにとらわれてる、そういうものは本当じゃない、はい、だからあの唯摩古寺がね、はい、あの世上の苦しみ、信心の病気に対して自分も心を苦しめてるというのは、はい、今のその無条件の慈悲なんですね、はい、それをまあ仏教では大悲と呼ぶんですが、なかなかできないことですよね。でも先ほどお話申し上げましたお母様と子供の例をね、あの考えればなんとなくこう分かる気がするんですね。だから人間というのはそういう尊いものを持っている、普段はそういうものを忘れてしまってね、自分の欲望とか利益のためだけで動いていますが、人間にはそういう無条件の一つの愛のようなもの、慈悲のようなもの、それがあるんですね、それを唯摩古寺が
ここでまあ言ってるわけなんですね。あるいはこの指導無難という方はね、はい、それを日本語で、ね、慈悲して慈悲を知らずというのは、愛情を注いでも自分が愛情を注いでるということを全く知らないでやってるということなんですね。本当にだけどそういうそのとらわれからですね、うん、自分を解放することが、はい、じゃあできるのかどうなのかっていうことはね、そうなんですよ、ね、非常にそれは難しいですが、しかしこういう仏教の話を聞くとね、はい、あ、そういう人間には尊いね、うん、あの気持ちもあるんだと、我々が普段その心で考えていることとは別の理想世界があるんだということがよくわかりますね。でそういうものがあると知ってる人と、そんなものはもう全然無視して生きてるのとはやっぱり違ってくるんですね、はいはい、じゃあその次の、はい、そうですね、ユイバのさらに次のその教えのところに進んでよろしいですか、はいはい、シャリホツ諸仏菩薩に下脱あり不可思議と名付く。もし菩薩この下脱に従すれば、趣味の高校をもって化身の中にいるるに増減するところなし。これはどういう意味なんでしょうか。これをまあ、あの唯満経の中のね、はい、一つの、まあ、名称ですがね、うん、あの語句の意味を取りますと、このシャリホツよと、あの菩薩に不可思議下脱と名付ける、あの本当の悟りがあると、本当の悟り、それは不可思議、私たちの計らいを超えた、私たちの分別では理解ができない、私たちの常識では理解ができない、そういう意味なんですね。でもし菩薩がこの不可思議下脱の中に入ることができれば、シミというのはシミ山、山の名前ですね、仏教で言うんですが、まあエベレスト山のような大きな山、日本で言えば富士山のような大きな山ですね。そういう大きな山をその化質部の中に入れてみると、その化質部がそれによって増すわけでもない。じゃああのシミ山という高い山がそれによって減るわけでもないというのが、この文字の上の意味なんですね、うん、ところがこの文字面をどんなにこうたどってもね、内容はよく理解がつかないんですね。でまああのこの例えばですね、はい、この清水をこの大宇宙に例えてみますね。で大宇宙の中にはあのたくさんの星雲がありますね。で銀河系もその一つですね。そのまた銀河系の中のほんの一つに我々の太陽系がありますね。その中に地球がありますね。すると大宇宙から見れば地球なんていうのは化質部ですよね、はいはい、その化質部の地球の中にも海があり山があり人間もあり、さまざまなものがその中にいるわけですね、うん、ですから化質部の中にもいろんなものがいるけども、その狭い狭いという意識はそのないわけですね。なんとかまあ地球という中で生きてると。そして今度大宇宙を考えますとね、大宇宙の生命力から地球も出てきたわけでしょ。だからこの化質部みたいな地球にも大宇宙の生命力が流れてるわけですよね、うん、時間的に言えばこれは大変な何億光年というね、それを経てこうしているわけでしょ。今度はあの地球の代わりに人間の体を考えてみましょう。そうすると人間の体もやっぱりあの地球から見れば化質部ですよね、その化質部である私たちの体の中にはやっぱりたくさんの細胞から成り立ってるわけでしょ、何億という、そういう細胞の一つ一つもまた生命力を持ってるわけですね、はい、だから我々の地球から見れば化質部のような人間、その中にもまた大変なものが含まれてるわけですね、うん、そうすると人間もまた、地球を超えて大宇宙の生命力をいただいているわけですよね。進化の過程で遺伝子をずっと継承してるわけですから、でそう考えますと私たちの化質部のような人体の中にも無限の宇宙が入ってるんだと、はい、とも言えるわけですよね、うん、ですからあの無限の宇宙と
私たちの小さな小さな人間の体、はい、これは通じ合っているわけですね。でそう考えますと私たちの常識ではね、あの物っていうのは大きいものと小さいものがあるように思うでしょ、はい、ところがあの大きな大宇宙の生命力から見れば物に大小なしですよね。地球は大きくて人間は小さい、細胞は小さいというようなことは、それは頭で考えて分別の世界で考えてるだけなんですね。実際には大きいものも小さいものもみんな融通してるわけですね、はい、通いやってるわけですね、うん、でそういうことをこのユーマ行で説いてるわけなんです、ただまあ一方で考えればですね、そういうふうにあの我々には分別する力があるからこそその文明や文化もその後も支えてこられたっていう側面ももちろんあるわけなんですけれども、でもその分別というのはこれはあくまで自分を中心というか自分から対象を見たときに分別をするという働きがあるわけで、もっとこう広い今先生おっしゃるようなその大宇宙というところで見ればですね、それはもう大も小もないと、そうなんですね、いうことになる。あの一言で言うと、うん、物に大小なし、うん、大小を区別するのは私たちの知性がするわけですよね、しかしそういうことも非常に大切ですよ、区別がなければもうね、はい、認識もできませんし、はい、いろいろ自然科学はそれによって発展してきてるわけですから、しかしその分別の世界と、もう一つは無分別の世界、この無分別の世界を仏の世界と呼んでるわけですね、あるいは宇宙の生命力と呼んでもいいと思うんです。だからそういうところへ立ってみれば、もう物にはね大きいとか小さいとかはない、一つの生命力がそれを貫いていると、大きいものも小さいものもみんなそれは互いに融通してるんだという、この全く常識とは違う一つのこう世界観ですか、一つのものの考え方、それがまあユーマ行で説いてるわけですね。だから我々の常識から言うとこんなことはありえないと思いますが、あのユーマ行から言えばそういう見方こそが真実なんだと、そういう見方こそが物の本当の姿を見てるんだということにもなるんですね。で私たちは自分の立場から、ね、社会を見、世界をこう見て、あるいは他人を見たりしてるでしょ。ところが仏教の立場というのは宇宙から自分を見ていくというふうに考えてもいいんですね。だから立場の逆転であると言ってもいいんですね、発想の逆転であると、はい、ユーマ行はね、そう考えてもいいわけです、うん、私たちは自分からこう対照的にね、うん、ものを見ていくでしょう。そうじゃなくてあの全宇宙から自分の存在をこう見ていく、だから宇宙からものを見ていくという逆転の考え方、これがまあユーマ行で説いてんだと言ったらどうでしょうか、うんうん、ということはそのことがつまりそのとらわれから解き放されたその世界というふうに、はい、見るということになるわけです。はい、このこちら小さいものよりは大きいものがいいとかね、短いものよりは長いものがいいとか、そういうので私たち生きてますけども、はい、そういうとらわれから離れて、うん、ね、大きな視野から見てみようと、うん、